いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はここに示しました資格を取得してから多くの企業に支援させていただいたときに解説した内容について整理して紹介させていただくことにいたします。先のシリーズ2では万一個人療法が漏洩した場合大変な損失金額になることを紹介しました。そういう意味ではここにあるリスク対策を図り漏洩させないという手段を第1番目に適用すべきです。では誰が宣言して企業で旗振り役になってそれを進めるか、またリスク対策要件を管理下に置いて具体的な活動とするかということになるわけですが、ここにあるように漏洩事件が起きてしまうとトップに責任がかかるということから、トップの責任の明確化と具体的にマネジメントシステムの中でどのように位置づけて管理していくかということが重要になってきます。その具体的対策はここに示した図となります。要は品質や環境対策と同じようにマネジメントシステムに位置づけ具体的な対策を図るという進め方です。個人情報の漏洩を含めて企業が持っている責任を果たさないで社会問題に及んだ場合、トップが責任を取るのは当たり前、従って管理下に置きなさいということが一般的になりました。その内容はこの図に示す通りです。企業が社会的責任という形でお客様にご迷惑をおかけしたり、社内の不適合が社会的信用度を失う例があります。そういった内容をすべて総称して CSR、コーポレットソーシャルリスポンシビリティと言います。これは企業が発展していく場合に大変な障害となる内容です。このため、ここにあるように、どの企業も高い関心率を示し、各種対策を取ってきました。そのような意味合いから、CSR 面で極めて優秀な企業は称賛されるわけですが、第三者が見てもその活動価値があるということを証明するために個人情報においてはここにあるようなトラスト E またはプライバシーマークを取るという活動が盛んになっています。情報セキュリティに関しては ISO の15001とここにある27001、リスク対策マネジメントがあり、これも認証する企業が多い状況です。個人情報に加えて社内秘の保護も重要な対策です。これは中小企業の対策の例ですが、トップ自らがいかに大事かということを従業員に伝える活動です。要は秘密漏洩をしてしまうと中小企業が瞬く間に倒産するということをトップ自らが訴え、どちらかというと人を信用しない社長じゃないかというふうな誤解も取り去りながら皆さんに正しい理解を得て活動を願うというお手本にすべき活動の例です。この種 CSR 対策に関する内容は各所で行われています。ということでこれは経団連における企業検証の例、もう一つは個人情報保護対策を提唱する機関が提唱してきた内容です。